ちゃ。こんにちは。はい。はい。豊さん。はい。日本シリーズ始まりましたよ。はい。ねえ。まあ、昨年と同じカードだけどもね。うん。まあなんかこう新鮮さがあるというかさ、なんとなくね。そしてこのやっぱりその直前までどうなるんだろうっていうね。まあね。お互いのねチームがあると思うんですが。まあリベンジするのか。うん。ねえ。ねえ。返り討ちに合わすのか。で、いろんな解説者の人とかもね、どういう風になるって予想を立てたりしてますが。まあそうだね。はい。まず第一戦が今日終わりまして。はい。はい。結果は？まあ結果はね。こうなりました。はい、5対3でヤクルトが勝ちました、うん、まあその中でポイントになったこと、うん、まあまずはやっぱりスタメンを見てみようね。はい。でこのシリーズで言われてるのが、うん、はい、やっぱ5番なんだよね。なるほど。やっぱ村上、吉田というのはもう特別なあのバッターだよ。はい。この後ろを打つバッターがやっぱポイントだという、うんうん、でましてはこれは2人は避けられるだろうという、はい、いうことで、まあ確かに、まあ、避けられると思うんだよね。だからオスナが結果を、まあ、阪神戦の時に一発回答したよね、はい、西から、うん、もう第一戦の初回にスリーラン打って一発回答した、はい、で今年杉本を持ってきてるんだよね、はい、まあ昨年の杉本だったら非常に怖いと思うんだけども、はい、この杉本の状態がどうなのかという、はい、まあ本来だったらその吉田の後に西野を入れて杉本って、うん、話してた、挟んでるケースが多かった、ね、多かったよね。西野は挟んでという、うんうん、まあ今回はやっぱこうひっつけてきた。で若月、紅林、はい、ということで、まあ、まあ、ヤクルトはね、まあほぼ、うん、ほぼというかまあこれがベストオーダーだよね今のね。はい。うん。でまあオリックスの方はまあ上位は変わらないけど、ここ杉本、西野、杉本なのかなっていうのがちょっと気になったんだけども、はい、やっぱ杉本とこうひっつけてきたね、吉田とね、うん、まあ指名打者っていうことがね、そうなんだ、ないので、うん、ないから、まあ、これがどうなるかね。はい。で小川と山本で始まると、はい、まあ、ということで山本投手の、打席に立つ機会もあるということでね。まあもちろんそうだよね。はい、はい、ということで、ということで、では早速試合を、はい、振り返ってね、はい、言いたいと思うんだけども、で豊さんから見た、まあ、ポイントというかポイントね、試合の中で、ね、はい、まあ、こうなるんだけども、はい、まあ、オリックス相手に小川が、うん、まあ、3人で立ち上がったんだよね、はい、まあ、ちょっと逆球もちょっとボールもバラバラだったんだけども、うん、まあ、なんとか3人で立ち上がったと、はい、さあ山本だと、うん、ね、またどうな立ち上がりだろうってちょっとね、ま、塩見がやっぱ初球から行くバッターだよね、うん、これをどうするのかなと思ったら、初球まっすぐから入った、そのまっすぐを塩見がレフト前に2打したというね、うん、まあこの対戦を見るだけでもなんかすごくワクワクするような対戦だったんだけども、うん、はい、まあ、山本が逃げずに、うん、まあ、塩見もそれに応えて振って結果がヒットに出たというね、はい、はい、その後、まあ山崎に送らすかなと思ったら、まあ強行に行ってて、うん、まあ、追い込まれて、まあ、塩見スタート、うん、山崎三振ということでね、はい、盗塁が成功したという、うん、で次の山田、はい、三球三振というね、うん、全然合ってなかったんだよね、うん、だからちょっと心配だなと思って、はい、次の村上をどうするのか、うん、ツーアウトランナーセカンド、やっぱ1球もストライク入らない、まあストライク取ってもいいかなと思うようなボールも、まあ、ボールになっちゃったんだよね。うん、そうでしたね。そうそうそう、際どいとこ行ってたんだけどさ、はい、まあフォアボールになって、さあオスナですと、まあ、特に意識してのフォアボールっていうことではなかったんですか、村上選手を。まあ歩かしてもいいと思ってたよね、多分ね、っていうような、だからそんなに1球1球惜しいボールに対しても、うん、そんなにしつこくはなんか顔に出したりだとか、ね、全く何もなかったし、まあボールだとボールでも構わないよっていうような、なまあそんなスタンスではいたよね、はい、それでオスナですよ、はい、でオスナが三塁線、うん、サードのベースに当ててツーベースヒット、ね、一瞬当たったか当たってないのか、フェアなのかファールなのかっていうようなね、打球でしたけど、まあ、卓球でいうと角に当たってなんかこう、あ、そんな感じでしたね、変なとこ跳ねたみたいなそんな打球だったんだけども、はい、一瞬ファールに仕掛かったんだけども、審判の方も、まあ、明らかにはかすってたよね、うん、でツーベースになって2点タイムリーになった、はい、まあ、その時に、うん、やっぱオスナって大したもんだなと思うのは、はい、まあさっきも話したように阪神戦で一発回答したよねっていう話をしたよね、うん、はい、あの時は西のツーシームをやっぱ待って打ってるんだよね、うん、で今日は初球にツーシームを投げられてんだよ、ここに、はい、
これストライク1球目、はい、で2球目は、外のまっすぐ、はい、これがボールなんだよ、はい、これ何にも反応しないわけ。そしたら何を待ってるかっていうのは大体すぐ分かる。真ん中の次に山本が投げたのがカーブだったんだよね、はい、これを打ちに行ってるんで、普通山本からあれだけ速いピッチャーからカーブをワンエンドワンから投げられてあんな鋭いスイングできるっていうのはやっぱ狙ってるしかないんだよ。なるほど。だからねオスナっていうのはねものすごいやっぱクレーバーだし賢いよ。だからここがまんまとハマったし、やっぱり阪神戦で1打席目に一発回答したように5番がポイントだって言われてるのを、はい、やっぱ本人も分かってんだよね。ここをね回答として出してくるっていうオスナはやっぱすごい。それはもう、球種だったりコースだったり、うん、いろんなことを考えて、まあ、そうそう待ってるという、うん、だから、うん、西の時はコースだったんだよね、はい、インサイドの、うん、でもね山本の場合はやっぱまっすぐちょっと厳しいかなって思って、うん、やっぱ変化球だったんで多分そういう時にまっすぐばかりを投げるっていうような組み立てにはあんまならないもんですか。いやだからキャッチャーがまだ読み取ってないんだよ。なるほど。1試合目の1打席目っていうのは どういう風にしてくるかって、だからそこをオスナが一発回答出せるっていうのがやっぱすごいんだよ。読みを的中させてるっていうような。そうそうそう。はあ、なるほど、ね、はい。で2回、はいね、オリックスが反撃、うん、まあ、吉田が先頭打者で立つ、やっぱりフォアボール、うん、やっぱなかなか勝負できないよね、はい、で杉本ライトフライ、まあ、西野がライト前でつないだんだよね、はい、ただねここで俺が気になったのは、うん、一塁ランナー吉田、はい、で西野ライトサンタナ、うんうん、サンタナはものすごく下がってたんだよ、はい、あれでね二塁に止まるんだよね。そうでしたね。一三塁を作れなかったんだよね、はい、だから吉田の足っていうのがちょっと今後不安視されるかなっていうふうに思うよね、うん、それで下位打線ね、若月、うん、レフト前ヒット、はい、で紅林、うん、ライト前タイムリー、はい、で、まあ、山本がやっぱ三振だよね。ちょっとなんかちょっとバスターが不思議な打席になってしまいましたね。不思議な打席になったんだけど、はい、まあまあ、三振でも福田がやっぱ粘ってフォアボールを取って押し出しを取り、はい、まあ、2点を取った、うん、でここでね下位打線が結果を出す、はい、クライマックスシリーズだとかそういうところっていうのは、うん、ほとんど下位打線っていうのが機能してなかったんだよね、はい、だからオリックスの課題とすればやっぱ下位打線だなと思ったのが、うん、今日結果から言うと2点取ってんだよ下位打線だけで、はい、だからこれからやっぱりしつこいバッティングができてくるだろうなっていうふうにちょっと感じたんだよね。なるほど、うん、だからこれは心強い結果だったなと思ってさ。そうですね、はい、うん、で3回、はい、塩見ホームラン、はい、これは素晴らしいな。うん、やっぱり1打席目にああいうヒットを打てたということから、インサイドのちょっとツーシーム系の難しいボールをセンター左にね、うん、放り込んだんだけどさ、あれやっぱこう塩見の勢いというか、うん、まあ、こういう舞台じゃないとああいうホームランが出ないんじゃないかなっていうぐらい、うん、まあ、アドレナリンが出たホームランだというふうに思うけどね。塩見選手はこう何かここという試合でこういう活躍がありますよ ね、 いいね。やっぱノリがいいよね、うん、で4回、はい、オスナのホームラン、はい、オスナのホームラン今回はまたね、はいはい、オスナのホームランはまあ、はい、こうなってんだよね。でカーブを打ってるでしょ、さっきの打席ですね、うん、で初球なんだよ、うん、はい、これ何狙うかって言ったらまっすぐ狙ったと思うんだけども、うん、ここのカットなんだよね、1球目に、はいはい、これをホームラン、やっぱまっすぐ系に張ってるんだよ、うん、なるほど、今度は、はい、それがまっすぐだったら俺ホームランになってないんじゃないかなって思ったんだけど、やっぱねちょっと球速が落ちるんだよねカットだと、うん、多分本人は打った瞬間はまっすぐだと思ってるはずなんだよ、うんうんうん、でもまあ談話ではカットを打ちましたっていうふうに出てきたんだけども、はい、でもねやっぱここのボールを消してる分だけ、うん、カーブっていう遅いボールをだから速いボールに張ってるんだよね、うん、だからやっぱオスナって厄介だよそうです、ね、いやーまあすごいよそういうところは読みが、はい、だからまあホームランになったということなんでね、はい、はい、オスナのホームラン
はい、これが4回ですね。4回ね、はい、で5回、うん、まあオリックスも反撃しなきゃいけない、はい、まあワンアウトを取られてから宗がライト前ヒット、うん、で中川の時にエンドラン引っ掛けて空振りで、うん、あのセカンド宗が刺されるんだ。これはね、中島監督がある程度試してみたかなっていう、うん、中村の肩とかそういうものを、はい、うん、でああいうちょっと難しいのをしっかりセカンドに投げてアウトにしたっていうのは今後やっぱ盗塁っていうのはちょっと仕掛けにくくなってるよね。なるほど、うん、でもその中川がスリーベースを打つ、はい、まあ、サンタナがライトにあの打球を入れて、うん、あちょっと目測を見失って、まあ、三塁打になるんだけども、その後じゃあ吉田をどうするか、うん、フォアボールなんだよやっぱりね。徹底したマークをする、はい、で杉本攻めてたんだけどデッドボール、はい、で西野ね、うん、ショートフライというなかなか点にならないんだよね、うん、はい、で、うん、5回山本が登板するんだけどもさ、はい、マウンドに上がるんだけども、はい、降板するんだよね。そうですね、ただ淡々とこうストライク2つ取って、うん、キブレハンが代打に出たんだよ、はい、小川も5回投げ切ってね、うん、勝ち投手の権利を持って降りたんだけどキブレハンが代打に出てくる5回にね、はい、で3球目かな、ね、そうだね、1球ファールがあって、そうだね、うん、それ投げ終わった時にちょっと右手を上げて、まあ、こうちょっと呼ぶ仕草があって、ちょっと一瞬ね、パッと見何かアクシデントがあったようには見えなくて、まあそうだね、ただ本人がちょっとベンチにアイスを送るっていうような形で、うん、もうそうだね、キャッチャーもマウンドに寄っていき、そうだね、で一度ベンチに下がり、そのまま交代という形になったんですよね。そうだね、早かったね、決断がね、うん、で、まあ言えば左脇腹がちょっとつったような状態になったという、ね、まあ肉離れじゃなかったらいいけどね、うん、ただその後もやっぱベンチの中で立って応援してたりだとか、はい、そうでね、まあ、帰ってくる選手を出迎えてたから、うん、ただねここね DH がないからやっぱバット振った時にちょっと左脇腹に違和感があって、あれだけの投手だから多分投げてじゃないと思うんだよね、うん、ちょっとバットを振ってちょっと違和感が残ってたんじゃないかなって、な、まあ、そういう負担がいつも使わない筋肉を使ったばっかりに、まあ、スイングしてましたからね、うん、だからそういうことが起きたのかなっていうふうに思うけど、なるほど、大事に至らなければいいけどね。本当そうですね、うん、で7回、はい、ツーアウトに3塁、はい、ヤクルト、ヤクルト、うん、まあ、塩見がやっぱ絶好調、ね、詰まった当たりでもツーベースになるという、うん、で山崎がライトにうまく打つんだよね、はい、阿部を持ってきたんだよこの時に、うんうん、オリックスは、はい、阿部ってだいたい抑えの予定だったんじゃないかなのかなと思ったら7回に持ってくるんだよね。これは山本投手が降板したタイミングとかは関係してきてるんですかね、まあ、関係あまりなく、まあ、最初からまあ彼岸につないで本田につないで阿部を持ってくるんだよ。うん、まあさすがにこうオリックスの、ね、中継ぎ陣はいいなと思いながら見てたんだけど、うんうん、はい、ここで阿部を持ってくると思ってなかったんだよ、はい、ただやっぱルーキーで、うん、やっぱ経験をさせておきたいっていうのがあったんだよ、はい、で、まあ、負けてるし、まあ、この試合どうなるかわからないけども、うん、まあ、とりあえず1回投げさせておかなきゃいけないということで、うん、まあ、早く場にならそうと思って、使ったんだと思うんだけども、はい、で塩見山崎がツーアウトから連打して、うん、これ1・3塁だね、1・3塁ですか、1・3塁だね、じゃちょっとそこ、はいはい、すいませんね、まあ、山田さあどうする、はい、それまで2・3振、まあ、だけど、まあ、4・3振というね。そうでしたね、今日はちょっと全く当てなかったね、ね、そうだね、ちょっと今後ちょっと不安なんだけどね、はい、はい、で8回、うん、で2点差あるまだね、そうですね、まあこういうふうに、まあ、8回だから4対2の状況ね、はい、そうですね、4対2の状況 で、まあ、8回を迎えるんだけども、で先頭バッター、うん、西野がレフト前で出るんだよね、はい、まあ、この時ピッチャーは清水で、2点差あるにしても若月に送りバントを命じたという、うん、で紅林が、サードゴロで倒れるんだけども、はい、ピンチヒッター岡田がセンター前に落としてくれるという、はい、で1点差に詰め寄るというね、うん、あだから、やっぱり高校野球みたいな、うん、これはもう計画通りというか、まあ1点でも詰め寄っとこうというね、ということなんでしょうね、うん、でもまあマフガフっていうのがマフガフ投手、まあ、うん、それをこうちょっとやっぱプレッシャーをかけに行こうという、うんうんうん、
しかしそれをさせなかったのが村上のホームラン。いや本当にもうね、見事としか言いようがない。ここというところで、うん、さりげなくホームランを、そうだね、点を取られた後のホームランということですよね。で平野、抑え候補の平野、はい、まあ、候補というか抑えもやるし、まあ、その前に投げることもあるし、うん、まあ、オリックスの抑えっていうのは、まあ、ほぼ後半阿部がやってたんだけども、はい、まあ、平野がやったりワゲスパックがやったりだとか、うん、阿部がやったりだとか、はい、まあ、誰が出てくるかわからないんだけども、うん、まあ、平野もその抑えの一人でね、はい、そのフォークを、まあ、見事に、右中間スタンドに放り込んだという、うん、はい、ね、まあ、その後ホームランの後、うん、オスナがヒットで出るんだけども、うん、中村、丸山ってバント失敗してるんだよね。なんかちょっと難しい、そうなん、あ、難しいじゃない、うん、珍しかったですよね。珍しいで、長岡がセンターにヒット打つんだけど、はい、送っとけば点になったのかなという ね、うん、まあ、で川端が出てきたという、うん、まあ、ファーストゴロで点にはならなかったんだよね、はい、で9回、はい、ね、マクガフが出てきて、うん、ワンアウト一二塁のチャンスを作る、はい、まあ、中川ヒット、また吉田がホームランと、はい、ね、やで杉本三振、はい、まあ、代打、はい、まあ、西野に変えたんだよね、頓宮、やっぱり一発でも一気に逆転してやろうとか、もうそうですよね、いう気持ちなんだろうね、うん、で、まあ、三振という、はい、ことで、まあ、ゲームは結果的にこのように、まあ、このようになりましたと、はい、ね、まあ、5番打者がね、うん、今回やっぱりこうポイントになるっていうふうに言ったけども、はい、まあ、オスナが、まあ、3安打、うん、杉本が4打数ノーヒット、うん、まあ、杉本がちょっと結果が出なかった、うん、本人、その前に打つ本人がやっぱりどういう結果なのかというとさ、うん、まあ、村上はさっき言ったようにホームランを打って結果を出す、うん、だから嫌だよね、やっぱり大事なところでは勝負できないなっていうような、ね、警戒していても打つと、ね、うん、で吉田は3四球で1安打、はい、だからまあやっぱり吉田は警戒しといた方が、杉本がやっぱ結果が出てないだけに、まあ、その方が得策かなというね、うん、ということはやはり次の試合もそのあたりの打順だったり誰がっていうことで重要になってくるってことですか ね、うん、でね、今日は3という数字が一つポイントになって、はい、うん、オリックスは3回、はい、9イニングの中で先頭打者を出してんだよね、はい、そのうち2回ものにしてんだよ、はい、ね、だからいかに明日からは先頭打者に出ていく人は出塁を意識できるかどうか、うん、なるほど、やっぱり先頭打者が出ると点になってる、この試合でも、うん、でヤクルトの方はバントが一つのポイントになってくるかな、ね、やっぱ失敗からスタートしてるからさ、はい、やっぱこうチームでプレッシャーがかかってくるんだよね、うん、やっぱ今日は俺が決めなきゃとかさやっぱバントをしっかり決めるということ、はい、で3という数字、3本とも先頭打者で出ていった人間がホームラン打ってるんだよ、うん、だからやっぱ向こうはやっぱ先頭打者だけに歩かせられないというね、うん、そういう意識があって、甘いボールでも勝負に行ったんじゃないかなっていうような気がするんだけども、うん、まあ、そういう先頭で出てきたホームランバッターはオリックスの方はやっぱ気をつけなきゃいけないということだよね、うん、はい、なるほど、やっぱりこう今日は山本投手の途中降板っていうのは少しオリックスにとっては少しというか誤算だったちょっとショックだったよなところもありますかね。まあそれは大誤算だと思うよ、ね、だからね、山本投手で一勝したいっていうのは、うん、一勝するという計算だよね、絶対にあったと思うんですけど、うん、それはね、なぜかというと、はい、ちょっと後でもうちょっと後で喋るけどもね、はい、まあ、ただオリックスの方は下位打線で2点を取れたということ、うんうん、ね、まあ、ヤクルトの方は福田と杉本を抑えられたという、うん、まあ、例えば1番バッターの福田を抑えて、はい、やっぱり吉田の打つ杉本をしっかり抑えられたと、はい、で打線は思惑通りにオスナが一発回答してくれたということで、うん、非常にいいゲームだったというふうにオリックス、うん、ヤクルトの方は言えるよね、はい、そして明日ヤクルトは最初に移動、はい、オリックスは山崎福也、はい、ここら辺が、うん、まあ、おそらく山本は絶対勝つっていうふうに思っての、これは山崎福也だったと思うんだよね、うん、うん、で勝負は京セラで決めるっていうような、はい、
そんな意図があったんじゃないかなっていうような気がするピッチャーの起用法なんだよね、ここは。うん、まあ調子がいいのかもわからないけども、はい、やっぱ第1戦落として第2戦目にやっぱ山崎幸也って相当プレッシャーがかかってくると思うんだよね。がぜん負けられない、がぜん負けられないし、ね、ただその、まあ、向こうで投げられるのが宮城、うん、山岡、うん、田島とか、うん、まあまあそうそうそこそこいいピッチャーがいるんで、はいはい、だからまあ京セラでねやっぱこう優位に立ちたいということで、うん、だけどそれには俺山本が勝ってなきゃいけなかったと思うんだよね、うんうん、だからヤクルトには相当有利に働く、うん、最終リードが良ければ、はい、うん、だから明日の2戦目っていうのはちょっと見物になってきたね、うん、そしてオリックスは打って点を取らないとっていうことですね。いや、それはもちろんそうだね、うん、でヤクルトの方はもう通常の、はい、バッティングスタイル山田が心配だけども、そうですね、うんうん、ただその村上の後オスナが当たってきてる、うん、まあサンタナもちょっと心配なところはあっても、はい、あそうだね、まあ、上位の塩見が当たって、うん、まあ、山崎がつなげれば、うん、絶対村上を経由しなきゃいけないわけだから、はい、まあ、そこでオスナが回答を出してくれればね、うん、まあ、そんなに心配はいらないんだけども、なるほど、だけどやっぱオリックスの方はやっぱ杉本次第だな、うん、はい、ということで、はい、はい、ここはどうなりますか。はい、ちいちゃんの出番、はい、これは赤ですかね。赤ですよね。ヤクルトが一勝、一勝ということで、はい、でここ、まあ、ここには入らないということで、ね、はい、勝っていくとここの数字を変えていきたいと思います。はい、まあ、ということで、はい、まあ、第一戦が終了しました。はい、ね、まあ、第2戦もどうなる、ね、そうですね、もうトータルで何試合あるのかっていうところも含め、はい、まあちょっとレイアウトをどうするか明日はちょっと変わるかも分かりませんけど、まあこういうスタイルでちょっといきたいと思います。何かあったらコメント欄にね、はい、書いてほしいですし、はい、まあ、猫も1匹ということで今はね、でもちょっと全身出てみました、はい、はい、ということで、また明日です。はい、はい。